こんばんは、大島匠です。今回ボンビューの入荷情報をご案内させていただきます。今回は新品ばかりいろいろありますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。早速ご紹介させていただきます。まずはスウェットです。ペイントを施したタイプのスウェット、サイズが S と XL とピンクがございます。まあ、両面ともペイントを自分が頑張って施したものになりますので、ぜひよろしくお願いします。ちょっとまあ値段高くなるんですけども、いい雰囲気だと思いますので、よろしくお願いします。あとは同じくグリーンのペイントタイプ、これも S と XL が1枚ずつ残っておりますので、ぜひよろしくお願いします。いい雰囲気だと思います。とペイントを施してないタイプになります。ちょっとこれそれぞれ S から着てみたいと思います。まず S サイズです。中に、まあ、シャツ今2枚着てるんですけども、まあ、かなり薄いシャンブレーのシャツを2枚着た状態で S でこれぐらいです。で、ちょっとこう後ろが逃げる感じになっていきますね。生地は割と柔らかいので、気温がちょっと下がってくればもう着れるかなと思います。こんな感じです。これで S サイズ、まあ、いわゆるジャストで、まあ、ややタイトめかなというバランスだと思います。はい、こんな感じです。次 M 着てみます。これで M サイズです。なんか M ぐらいで私ちょうどいいかなとなんとなく思うんですが、まあ、この辺りは好みだと思いますけども、まあ、これで M サイズで、バランス的にはまあサイズが上がっていくと横幅が大きくなるイメージ、着丈はそんなに長くならないですね。袖丈と横幅がちょっと長くなっていく感じです。なんかちょっとこう短い着丈っていうのも、最近パンツも股上深いですし、まあ古着らしくてとてもいいかなと思います。まあ、ポケットもこういう感じでついておりますので、よろしくお願いします。これで M ですね。なので、まあ、私ぐらいの身長の方で細めの方だと M でいいと思います。なので S はもう少し小柄な方の方がいいかもしれないですね。こんな感じです。まあ、ぜひ女性にも着ていただきたいなと思っております。で、これで L サイズです。こんな感じです。まあ、L でもいけなくないなっていう感じですかね。なので、まあ、75センチぐらいの方でも全然 L でいいかもしれないです。なので多分普段着てらっしゃるものよりも一つイメージとしては一つ上のサイズを選んでいただくぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。これで L です。で、これで XL ですね。まあ、XL になるとさすがにちょっと袖が長くなっていきますね。ただ、まあ、着丈とかはそんなに、まあ、ちょっと長いかなっていうぐらいですかね。身幅もまあそこそこ余ってきます。なので180センチぐらいの方、前後の方、もしくは170代でも結構こうがっちりされている方だと XL でいいと思います。まあ、いいバランスだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。なんかちょっとこう色に派手なんで、色がちょっとこう躊躇されている方もいらっしゃいましたけども、まあ、絶対こういう色着たくなると思うので、まあちょっと騙されたと思って買っていただければと思います。まあ、こんな感じです。お洗濯をしていただいても、こう袖丈着丈はそんなに縮みがなくて、身幅だけちょっとこう3、4センチ縮むぐらいのイメージですので、ご検討いただければと思います。こんな感じです。続きまして、ザンス、まだちょっと出せてなかったものがありますので、それを何本か出したいと思います。まずはサイズ38で、モデルがピロート、なんかそういうモデルです。 L ポケットのタイプで、割とこう膝下ストレートみたいな、ちょっと履くとフレアっぽく見えるシルエットで、グレンプレードに白とブルーのオーバーペンが入った、洒落てますね。いい素材、まあ冬物の素材感になります。今時な感じのシルエットかなと思います。洒落てます。あとは同じくザンスヒューゴという、リネンが60、コットン40で、ノープリーツの、まあ、ワイドパンツ、まあなんかこうミリタリーチノみたいなイメージのシルエットですね。ちょっとこうズドーンと太い、質感はすごく上品なリネンコットンで、まあ、シルエットもとても綺麗なので、38のモデルの中では結構ウエスト前とかは大きめの作りになっています。あとはバック J ブラックウォッチですね。サイズ40が2本あります。これは、先日お伝えしてたあまり大きい声では言えないシリーズ、ちょっと他のモデルに比べると少しお値段が高いんですけども、今シーズンに出されているものと全く同じものがどこかの店舗 で販売されていて、その価格はこれよりもさらに高いお値段になっています。まあ、とてもいい、まさにザンスですね。ブラックウォッチのタータンチェックのウールパンツ、VS 素材です。とてもいいパンツですので、よろしくお願いします。あとは同じく、ちょっとあまり大きい声では説明できないシリーズ、40で、これもタータンチェック。
いいタータンチップですね。これもグレーベースのものですね。バックジェイブスウール100になります。続きまして42、グルカというモデルで、ウール100サマーウールになります。2プリーツでフラップが片方ついてますね。でこれはちょっとこうストレートのやや太めのシルエットの、2インプリーツで太めのシルエット、裾幅も結構広いです。バックジェイよりも広いシルエットになっております。かっこいいですね。とてもいい色だと思います。そしてもう一個ブラックウォッチ、これもあの大きい声では言えないシリーズ、サイズが42、ウール100ですね。バックジェイいいですね。やっぱかっこいいです。とても上品なブラックウォッチですので、とても使いやすいと思います。はい、ザンスはもうこれでほぼほぼ一通り全部出すような形になりますので、もうしばらく店頭にもオンラインにも出しておきますので、ちょっといつまでっていうのは分からないんですけども、まあ、あと1週間程度は店頭に出していいと思いますので、まあ、ぜひゆっくりご検討いただければと思います。あとはですね、ちょっと今回いろいろたくさんありまして、あのやっぱり東京だけではなくて東京以外の方にも買いたいという声が結構多いので、できるだけ出せるものを出していきたいと思います。アスコットのボーダーのニットタイ追加分が入荷してきました。スタイルとしてはボンビューのスペシャルのスタイルで、シェイプ位置を少しこう下げた、まあ、日本人により合うだろうというバランスに調整をしているタイプになります。まあめちゃくちゃいいですね。これ他のお店さんでやられているアスコットのニットタイと巻き比べていただくと、もう明らかに違います。ノットが割とこう小さくキュッと結ぼうと思うと、通常のものだと台肩がめちゃくちゃ長くなるんですよね。それが台肩が割とこうベルト位置で収まりつつノットが小さくなるっていう、もうボンビューだけでしか買えないスペシャルニットタイになりますので、まあ、あのこれも40本ぐらい入荷してるんですけども、まあ、ちょっと20本ぐらいですかね、とりあえず出したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あとは新型というか、ボンビューのスタイル、あの要はシェイプ位置を下げたスタイルで、ストリートの黒とネイビーがそれぞれ入ってきております。まあ、これも同じく40本ずつぐらいあるんですが、こっちはまあ定番のものなので数本ずつ、あの多分20本出さないと思います。10本ぐらいしか出さないと思いますけども、まあ、これはちょっとゆっくりご検討いただきたいなと思っております。あのボンビューでこれも定番でやっていくと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。今回はちょっと以上になります。あの実は来週土曜日日曜日が高円寺が阿波踊りのお祭りをやっておりまして、もう営業全くできません。なので、まあ、その分オンラインでちょっといろいろ見ていただきたいなと思って、ちょっとたくさん出しておりますし、それもありますし、あとはあのやっぱり地方の方、東京以外の方でもあの買いたいという声が結構ありますので、あのちょっとまとめていろいろ出したいと思いますので、まあ、ちょっとたくさんありますけども、ゆっくりご検討いただければと思います。